放棄川鉄橋列車転落事故は1899年10月7日に発生した列車脱線事故である。東北本線の八重た駅の座景機関にある放棄川鉄橋を通過中の列車が突風に煽られて連結機が外れ、貨車1両と客車の7両の合計8両が折からの豪雨によって増水した放棄川の流れに転落して死者19人。 負傷者38人の被害を出した。明治時代における最悪の列車事故として歴史に残っている。東北本線は当初は日本鉄道株式会社の経営する私鉄路線であった。1883年7月28日に上野大宮間が開通してから路線を順次鍛え延伸していき、1886年10月1日には、 宇都宮那須館が開通した。全線が完成して青森まで開通したのは1891年9月1日であった。八板駅は宇都宮那須館開通と同時に開業した。八板駅と1897年2月25日に開業した野崎駅の間には宝木川が流れていた。宝木川は延長 47.6km の一級河川で、 中川水系に属し、大佐飛山地南西部の白倉山付近を源流として、那須野が源泉上地を東南に流れ、最後は中川に合流する河川である。領域付近の地形は、南側に松原山丘陵、北側には那須野が源泉上地の緩やかに傾斜した丘陵原があり、この辺りでの放棄川の流れは、かなりの丘陵となっていた。鉄道路線を付設するために、 松原山の岩層が切り開かれ、トンネル状の切り通しが作られた。そのため、列車が波流トンネルを抜けて、切り通しを通過するとすぐに視界が開けて、放棄川の鉄橋に差し掛かる状態であった。当時の放棄川鉄橋は、全長約319メートル、川底からの高さが約6メートル、橋桁14連で構成されていた。このような地形条件によって、 放木川鉄橋場は、風の通り道となっていて強風に合いやすい状態であり、とりわけ冬季においては、西北からの季節風を強く受けることで知られていた。明治32年10月9日付、東京朝日新聞に載った事故の様子を説明する、イラスト明治32年10月10日付読売新聞による、現場実況図事故発生当日の1899年10月7日、 この日は南方洋上で発生した台風が本州に接近していた。福島行きの第375列車は11時に上野駅を発車し、特段台風の影響を受けてはいなかったものの、対向列車との行き違いの関係で約50分遅れで宇都宮に到着した。この時宇都宮で観測された風速は9メートルだったため、第375列車は運転を続けた。 第375列車の後部車掌が証言したところによると、八板駅を発車したのは16時40分頃であった。八板駅発車後、第375列車は放機川鉄橋に差し掛かった。渡り始めたところで北西からの突風が列車の左側面に吹きつけ、機関士が後方を見たところ、8両目に連結していた無害貨車のシートが強風に煽られて吹き飛ばされかけていた。 続いて一等客車の車体が急激に右方向に張り出したのを目視して、警笛を推明し機関車のブレーキをかけた。機関士はその際に強い衝撃を感じたと言い,い、後にこの時に貨物関係者の連結機が切断したと思うと証言している。第375列車は混合列車で機関車2両、貨車11両、その後に客車7両を連結していた。 編成は次の通りであった。牽引機関車1両、改装機関車1両、空貨車3両、石貨車7両、貨物関急車3等、関急車3等、客車3等、客車から1等、客車2等、客車3等、客車3等、関急車転落した車両は以下の通りの状況であった。事故当日の放棄側は平時に比べて1メートルほど増水していて、貨車1両と客車7両は、 急流の中に転落し、木造の客車は破損がひどかった。転落を免れた機関車2両と、貨車10両は、機関車1両のみのブレーキではあまり効かずに、鉄橋から140メートルほど進行した地点で、ようやく停車し、その時刻は17時頃だったと伝わる。第375列車の機関手は、機関助手に後を任せて、野崎駅に走り、事故の一報を伝えた。 この事態を知った野崎駅長は、焼板駅宛に電報を打ったが、暴風のために混戦していて17時20分頃に、やっと家電できた。第375列車の後部車掌は、事故で負傷していたが、焼板駅まで約 3.5km の道のりを走り抜き、焼板駅長に事故の詳細を報告した。通信網が未発達な時代のため、焼駅から、宇都宮駅に連絡し、 さらに、宇都宮駅から日本鉄道本社に事故の知らせが伝えられた。なお、10月9日になって中央気象台から発表された事故発生当日の気象状況は以下の通りであった。南方洋上で発生した台風は10月7日、早朝には四国沖を北東に進み、その飛翔後に遠州習灘を過ぎて4時10分に伊豆半島を横断し、 その後、相模灘に抜けた。この時の伊豆半島南端の長津漁速攻所では、約952.6ヘクトパスカルという、極めて低い気圧を観測していた。台風はさらに、横須賀の南方から、東京湾を北上する経路を進み、15時20分に、東京千葉間に上陸した。16時には、調子の北から、鹿島灘に抜けて、速度を増し、同日十二時に、 浦川付近から北海道に上陸した。この台風の主要都市における最低気圧と最大風速は次の表の通りである。なお、時刻は最低気圧を記録した時刻である。この気象状況について、続事故の鉄道誌で第375列車の事故について取り上げた佐々木富康氏は、宇都宮の風速が意外に低いことと、 その観測時刻が第375列車の発車時刻にほぼ一致していることの2点を指摘し、駅長、機関で共に台風をあまり気にせず出発したことがわかると記述している。阿見谷良一も日本の鉄道費で同事故を取り上げ、宇都宮で観測された風速の件について、宇都宮駅で列車を抑止する理由はなく、同駅の過失はないとしている。ただし阿見谷は、 事故現場付近の地形について言及し、溝のようになって、風の通り道となっている、放棄川橋梁がある一定の方角から風が吹いた時に、限界値以上の風が生じたのだろうと推定している。事故の連絡を受けた宇都宮駅長は、鉄道職宅医の神野祐三郎に、現地への出動を依頼した。神野病院の医局院全員と25名の看護婦。 さらに赤十字社栃木支部と県立宇都宮病院からの人員で結成された救護飯に復旧要員を加えた一行は駅除役に引率されて宇都宮駅20時発の救援列車で現地に出発したその他に大田原などから開業医が事故現場に駆けつけ宇都宮駅からの救護飯よりも早く遭難者の治療に当たった事故の連絡を受けた日本鉄道本社は 技術長毛利修介以下の社員十数名と作業員70名ほどを現地に派遣することを決め、順天堂病院にも救援を依頼した。順天堂病院では、この依頼を受けて、院長、佐藤進自身と医師5名、看護婦13名が同行することになった。日本鉄道本社からの人員と順天堂病院からの救護班を乗せた救援列車は23時に、 上野駅を出発した。救援列車には、復旧機材と治療用の薬品のほか毛布150枚、フランネル着物150枚、合わせ100枚、メリアスシャツ100枚及び食料が積載されたという記録が残されている。西那須の駅からは、事故の一報を受けて、野崎駅までトロッコで向かうことになり、西那須の町の医師とい、谷松三郎に同行を依頼した。 焼いた方向にあたるほうき川の右岸では、多くの医師や看護婦が、遭難者の救護にあたったが、暴風雨のため、ほうき川橋梁を渡れなかったため、左岸の野崎駅側に引き上げられた人々にとって、問い谷の来心は大きな救いであった。上野駅からの救援列車は、事故翌日の10月8日、未明3時30分に、宇都宮駅に到着した。 順天堂病院からの人員は2班に分かれて佐藤院長が率いる班は、宇都宮で下車して、上野病院で入院中の患者を診療後に待機し、副院長佐藤恒久の率いる班は現地へと向かうことになった。宇都宮駅に待機した佐藤院長の班は、早朝に駅の1、2等待合室で負傷者28名に、応急の手当てを行い、 入院過料の必要ありと診断した負傷者を上野病院に送った。その後こちらの班も現地へ向かい痛い5体の他に負傷者がいないことを確認して宇都宮に引き返して一泊し、10月9日には再度上野病院と県立宇都宮病院で負傷者の治療に当たった。その後一行は16時発の上り列車で東京に戻っている。 第375列車には埼玉県警察の巡査、加藤正幸がたまたま乗車していた。加藤は宮城県名取郡愛洋村の出身で、父の病気見舞いのために休暇をとって郷里に向かう途上であった。事故に遭遇して、加藤自身も負傷したが、濁流に飲み込まれかけた他の乗客の救助を観光して7、8人を助け上げた。埼玉県は、 加藤の勇気を称えて10月10日付で見舞い金を贈呈した。その内訳は埼玉県知事大木町知事師から15円、埼玉県警察部長山田剛より5円、警察職員一同から50円であった。さらに加藤は同日付でに合法を昇給し、5級法に格付けされている。現地の消防組は事故発生を知ると放棄川まで駆けつけたが激しい。 風雨のために、橋上の通過ができず、中須にいる負傷者を救助に赴むくことができなかった。消防組の人々は、縄とはしご、そして飛び口を用いて、救助作業を開始し、死者を含めて34名の重軽傷者を救助した。この時期は、自治体単位の消防組織のない時代だったため、消防組は村、または、村の大技単位で清掃年が加わって組織、されていた。 この事故で出動したのは、八重田、三島、はす石上、ハリセ土屋、山田からの消防組であった。救助作業終了後、消防組は引き続き転落車両の撤去作業に協力することになった。現場の復旧作業は、列車の脱線で損傷した枕木の取り替え作業が主体だったため迅速に進捗し、事故翌日の10月8日時には、 試運転機関車が走行して開通した。事故発生後野崎駅で停車させられていた第375列車も同じく9時に福島へ向けて発車している。天候が回復し、放棄側の増水も収まってきた10月9日、早朝から転落車両の撤去作業が開始された。撤去から転落した客車は木製のため大破し、放棄側の急流に巻き込まれて流されていた。 中洲に落ちた車両などは破壊した上で、鉄橋上に引き上げ、無害貨車に積載して、野崎駅まで運搬した。当時は、クレーン車など存在しないため、作業はすべて人力に頼ることになった。この時の作業工程は、杉丸太を2本用意して鉄橋に固定し、休憩用の長椅子の両端にロープを縛り付けて、バケット代わりに使った。鉄橋上には滑車を取り付け、 すぎまるたをガイドレール代わりに使って、チョイスに廃材をくくりつけて運搬したという。この作業は10月10日の夕刻に終了した。事故発生を受けて、日本鉄道本社は10月8日に次のような広告を新聞に掲載し、各駅にも掲示した。広告作なのかやいた野崎館河原い川橋梁に、お手旅客列車転落に不被害者ご親族に手同期に、深かるの後派停車場に、 思うしで言うの公平は無陳情車賞ご交付か、松室校なり社内向けには、社長、蘇我好きのり名義で、臨時列車を発しての救護に必要な人員の送付や、被害者の取扱いについての心得などの指示を発した。さらに蘇我は10月9日、上野駅五時発の一番列車で、宇都宮に向かい、上野病院と県立宇都宮病院に入院中の負傷者を見舞い、簡易リビスケットを、 見舞いの品として送っている。続いて、曽我は14時40分宇都宮駅発の列車で、野崎駅に向かい、事故現場を視察した。この時は、転落して粉砕した状態の車体がまだそのままになっていた。その晩、宇都宮駅20時発の上り最終列車で、先に現場に出張してきていた、久保運輸課長と共に帰郷している。日本鉄道本社は、 放棄側の激流に流されて、行方不明になった乗客の存在が推定されたため、第375列車の乗客総数について調査をした。各駅での切符発売状況を調査した上で、総数を62名と算出したが、乗客が関節鉄道や後部鉄道などの連帯切符を所持していることも考えられたため、この人数は確定の数字ではなかった。 事故で犠牲となった人の遺体は、翌日8日に、現場から約20キロメートル下流のゆずかみ村サラドで1名、放棄川が中川と合流した後の小川村で1名、さらに下流のカラス山町で2名が発見され、同日夜までに17名の遺体が発見された。放棄川に流された人で未発見の遺体があると推定されたため、 10日の朝から数日間かけて、栃木県警察部保安課長の指揮によって、警官や消防組など70数名を3班に分けて動員し、放棄川及び中川の両岸や河川中を徹底的に捜索した。この捜索では遺留品が数多く収集されたものの、結局遺体は発見されなかった。事故について、栃木県警察部は以下のような広告を発している。 本月7日午前11時上野初福島行、下り汽車者や板の崎行駅間放棄川鉄橋上に、おいて、川中に転落その出来死者を用い発見校に、付け心当たりのものは現場につきまたは、焼いた警察署へ申し出て実験すべし、この事故での最終的な死傷者数は、日本鉄道株式会社遠隔誌という資料によると、死者20名、負傷者45名と記述されている。ただし、 佐々木富康氏は、続事故の鉄道史14ページで1931年の33回期に、混流された異例の石頭場に刻まれた個人の氏名や、事故直後の11月に発行された、風俗画報という雑誌の増刊、各地災害図へに掲載された遭難者の住所氏名の記述をもとに、この死傷者数について疑問を呈している。なお、 各地災害図へによると死傷者数は次の通りとなる。10月10日、放棄川鉄橋、北詰の河原において、付近の住民による供養が取り行われた。ささやかな格闘場に野の花が手向けられ、僧侶の土俵と老婆たちによる護衛家の栄章が河原に流れた。供養中に風が吹き始めて、ろうそくの火が消えかけたため、コウモリ傘を広げて、 風を遮ったと伝えられている。初7日の法要は、10日の住民たちによる供養と、同じ場所で、日本鉄道本社の主催により10月13日に、取り行われた。法要は東京、芝の浄土衆大元山僧城寺大僧城、山下源優、深川の令和寺住職、神谷大衆をはじめとして、僧侶58人の他に宇都宮、重田、野崎など、 近在の各寺院の僧侶が加わった。法要には遺族や遭難者に続いて、上野病院長や県立宇都宮病院長、消防組の人々や救助に当たった付近住民などが参列し、その数は1万人に及んだと当時の新聞は報道している。日元州、妙正寺。線路側から見た背面には、32年10月7日遭難とある。 2008年10月撮影。事故の直後、慰霊碑を建立しようとの声が地元の人々から上がった。宇都宮市の日蓮州妙勝寺の段下神徒が中心となって計画が進み、一周期に合わせて高さ3メートルほどにもなる石頭葉が建立された。1900年10月7日の一周期法要は、妙正寺によって取り行われ、慰霊碑への実行式も実施された。 この慰霊碑は現存し、下り方面列車に乗って、放棄川鉄橋を渡った直後に、左側の視界に入る。線路側から見た正面には、南無妙法蓮華妙、右側には、ために社転落王子処方令、左側には、宇都宮市日蓮宗妙正寺45世、日光団過神という支柱と深く刻まれている。慰霊碑は、 長年の風雪によって風化が進み一部に欠落が見られるものの、阿ミ谷良一は日本の鉄道費の225ページで、反読不能の字は出ていないと記述している。日本鉄道本社では10月16日に重役会議を開き、事故外境の報告を行い、次のような決議を採択した。一死亡者の遺族へは、 金500円を贈与すること1負傷者は、軽重により1人に、付金300円以下を贈与すること日本鉄道本社の決議については、負傷者の1人、田代前吉宛の書面が2通残されている。田代はこの事故で重傷を負い、県立宇都宮病院に40日間入院後に退院していた。1通は、社長、蘇我助則の名義、もう1通は、 日本鉄道社員一同の名義である。この時田代には、蘇我名義で金70円、社員一同から金35円が送られた。この決議によって、被害者に対する保障問題については一区切りがついたが、その後裁判が起こされた。最初に裁判を起こしたのは、福島県選出の大義士、菅野善衛門であった。菅野は、 当時25歳の息子をこの事故によって失っていた。事故の1ヶ月ほど後の11月20日に、第14回帝国議会が招集され、衆議院本会議で、菅野はこの事故について質問した。その論点は、暴風雨にもかかわらず、汽車を運行したことと、鉄橋の構造に不備があって、転落防止に関する対策がなされていないということの2点であった。の質問については、 翌年1月18日の本会議で、定心大臣施釈、吉川県政から衆議院議長、片岡健吉にあてて、衆議院議員、菅野善衛門君の鉄道に関する質問に対する、答弁書という形の書面が提出されている。ただし、吉川大臣からの書面は読み上げられているが、その書面の元となった、関西院員副名書要領は読み上げられず、 討論も実施されなかった。答弁書の概略は、一橋梁は、デック式で軌道の両側に桁溝はないが、馬ニュ川、安倍川、浜名湖、矢作川など各所で同じ形式のものが使用されている。二運転速度は時速 53km と推定され、列車の停止位置から見て課題であったとは考えられない。三時故当日16時20分に、 宇都宮速報所で観測された風速は毎秒9.4メートルとなっているが事故現場近くでは野崎駅の音痴信号機が根元から倒壊していることから推算して49メートルを下らない強風が吹き荒れていたと思われる。4結論は、よって猛烈なる風力に起因するものと推定するの外、なきものと任務というものであった。関野にとって、 この答弁書の内容は到底満足できるものではなかった。関野は事故の責任追及のため一車両請求の民事訴訟を2月20日に東京地方裁判所に提起した。この裁判で日本鉄道側は当日の気象状況は不安定であったが、放棄川鉄橋上で列車転落事故が起きるような強風が起きることは予見できなかったと主張している。七月七日、 東京地方裁判所は、菅野の主張を認めて、勝訴の判決を出した。判決は、日本鉄道の責任について言及し、全国的に、暴風警報が出されており、こういう時には、駅長も車掌も相談して、発車を見合わせ、また列車運行に危険があれば徐行、もしくは停車の措置を取るべきなのに、被告会社の社員はそれをしなかったのは怠慢である、として医者料の支払いを命じた。 9月14日、日本鉄道は判決を不服として東京高訴院に控訴の手続きを取った。控訴審の審理は判決までに4年以上の時間がかかり、その間に他の遺族や負傷者本人から多数の遺写料請求の訴えが起こされ、その人数は計36名に及んだ。これは菅野の起こした裁判の東京地裁判決を見たことによるものであった。 東京高訴院は1904年12月10日に日本鉄道逆転勝訴の判決を出した。菅野は当然大審院に上告し、1905年5月8日に大審院は原判決を破棄し本件を宮城高訴院に移すと判決した。1906年2月28日の宮城高訴院での判決は非高訴人の請求はこれを棄却し、 訴訟費用は非公訴人の負担とするという菅の敗訴という結果であった。日本鉄道では菅のとの訴訟の結果をもとに他の訴訟を起こした原告たちを話し合って事断が成立したとされるが内容の詳細については不明である。菅のとの訴訟が終了した後、1906年3月31日に鉄道国有法が交付された。このため日本鉄道は 岩越鉄道とともに、同年11月1日に国に買収された。1931年10月4日、現地において、下津家主団会が主催し、宇都宮事前会などの僧侶が参加して33回期の法要が取り行われた。下津家主団会は、被害者の一人、田代前吉が会長となって結成された組織で、郷土の歴史や、 民族の研究などを行う集まりであった。事故後の田代は小学校の訓導となって学童の教育に努めたが、自己生存者の一人として列車転落事故を語り継ぎたいという思いと死者の冥福を願う気持ちには強いものがあった。この時にもう一機の石頭場が建立された。設置場所は放棄川の左岸にあたる国道4号線の古墙境北側で、 石踏みの正面は線路に面している。この石踏みの混流費の多くは国鉄職員の上剤によると言われる。石踏みの正面に刻まれた田代黒滝という名は田代前吉の号である。田代前吉の没後、自己犠牲者の供養は息子の広氏によって引き継がれた。広氏は1964年の66回帰、1973年の75回忌に、 下モツ師団特別号を発行した。1989年10月7日に90回帰の法要が取り行われ、この様子は NHK のテレビニュースでも取り上げられた。90回帰法要の時、広氏は82歳になっていた。そして2年後の11月3日に広氏は死去した。死去当日は、下モツ師団会の巡り県の日であったが、広氏は、 体調不良のため参加を断念したところであった。なお、放棄川鉄橋では1950年にも列車転落事故が発生している。この年の1月10日、全国的に午後から北西の季節風が翌日未明まで吹き荒れた。23時過ぎに放棄川鉄橋を通りかかった下り貨物列車が、強風に煽られて最後部の貨車一両が分離し、脱線転落した。 この事故では死傷者は記録されていないが、風速は毎秒25メートル前後であったとの推定がなされた。ABCDE、日本鉄道株式会社遠隔誌という資料では、死者20名、負傷者45名とされているが、ここでは、日本死傷百科22災害などの記述に従った。ABCD、続事故の鉄道誌14ページでは、各地災害図への記述をもとに負傷者数を、 36名と記述している。那須駅は1891年5月1日に、西那須の駅と解消している。日本市小百科22災害112ページには、長さ約470尺、水面からの高さ13尺との記述があるが、本校では、俗事故の鉄道史などの記述によった。ABC、俗事故の鉄道史5から6ページでは、長津漁速攻所での観測地は、 水銀柱メートルを使用して714.5メートル HG と記述されている。本校では同書の記述によるヘクトパスカル換算を採用した。日本史小百科22災害112ページでは、この台風は10月5日に潮の岬に上陸して近畿地方から東海地方へと進み、7日に関東地方を通過して、 東北地方から北海道へと進んだ胸の記述があるが、本校では、俗事故の鉄道史5から6ページの記述によった。俗事故の鉄道史8ページの記述による。引用文中の、ははい側は、原文ママである。ABCDE、俗事故の鉄道史3ページ。ABCDEFGHIJK アミタに、223から226ページ。 続事故の鉄道史11から12ページ。ABCDEFGHIJ、日本史小百科22災害112から113ページ。ABC、続事故の鉄道史2ページ。三宅、9-11ページ。三宅、14ページ。三宅、16ページ。一級河川中川水系放棄川、県域河川整備計画平成19年6月。 栃木県公式ホームページ、2013年8月21日、閲覧。ABCDEFGHIJK、続事故の鉄道詞、5から6ページ。ABCDEFGHIJKL、続事故の鉄道詞、4から5ページ。ABCDEFGHIJKLM、続事故の鉄道詞、6から8ページ。 シリーズ塩屋医療紙マイナス3放棄川、列車転落事故と、神の悠三郎塩屋軍師司会だより平成22年2月3日、発行ボリューム61、2013年8月21日、閲覧。ABCD、続事故の鉄道史、8から9ページ。AB、続事故の鉄道史、1から2ページ。ABCDEFG、事故の鉄道史、 9から10ページ。ABCD、俗事故の鉄道詞、12ページ。ABCDEFG、俗事故の鉄道詞、10から11ページ。ABCDEFGHIJ、俗事故の鉄道詞、11から15ページ。ABCDEFGHIJ、俗事故の鉄道詞、15から16ページ。ABCD、俗事故の鉄道詞、 12から13ページ。続事故の鉄道詞。20から22ページ。ABCDEFGHIJKLMNOPQRST。続事故の鉄道詞。16から18ページ。AB 三宅。56ページ。ABCDEFGHIJKLM。続事故の鉄道詞。19から22ページ。ありがとうございます。